お疲れちゃんです、ラットです。そしてお疲れちゃんです、ロボちゃんです。はい、お願いします。はい、わけでね、まあ、また、まあ、ロボちゃん過去彼女さんコラボやっていこうと思うんですけども、今回はですね、やっぱ彼女さんがいるで、まあクララもいいと思うんですけど、ちょっとね離れたことをしようと思いますっていうのが、まあ質問コーナーかな。だからまあいろいろやっぱ YouTube のコメント欄だったりで、まあ、コメントをいただくわけなんですよ。なんでね、はい、そちらの方に今回は答えていきたいと思います。はい、はい、というわけで、で、まあ、全部で約10個くらいかな、まあ、10個くらいなんですけど、まあ、1個目も早速やっていきたいと思います。まあ、一番初めは、まあ、結構多かった、まあ、質問なんですけど、慣れ初めについて、まあ、出会ったきっかけってやつですね。出会ったきっかけ、まあ、興味ない人はもう今回、ね、クララ見たいって方は今回はもう閉じてください。ただただその僕らのね、まあ、エピソード的なのをいろいろ話したいと思います。はい、ということで、まあ、出会ってきっかけなんですけど、まあ、ただ高校が一緒だった ただ高校が一緒で、高1から高2高3まで3年間一緒のクラスでしたね。うん、はい、ただそれだけです。うん、なんかある喋ること特にないうん、本当に出会ってきっかけただそれです、うん、でも仲良くなったきっかけはその席替えで、うん、席が隣になったんよね。あ、覚えてないかもしれんけど、あって感じやな、うん、隣になって私はこうぐいぐい話しかける感じだったから。あ、そう、この人ねめちゃくちゃうるさくてめちゃくちゃ来るのよ。だからちょっとこの、わかる、このちょっと嫌な、あ、すっごい嫌な顔されてたのね、うん、3年間ずっと。そう、そんな感じだった。何みたいないや俺も結構心開いたら話すタイプなんだけど、心開かなくても話すタイプなんだけど、ちょっとなんか押されると引いちゃうみたいな、うんって感じだったね。まあそんな感じかな。でも意外とね、その相談事とかしたりね、うん、こう授業でかぶったりしたらちょっと深い話したりもしてね、ちょっと仲良くなってたね。かなぐらい、はい。ひどいな。はい、というわけで、まあそんな感じです。2番目、どっちからですか。どっちから。告白、まあ、ですね。まあどっちから、うん、まあどっちだと思います。今のその1番を聞いたら、あ、ラットじゃないんだ、彼女からやねって思われると思うんですけど。あ、でも正直めちゃくちゃ難しいくて。微妙なところあるね。これが結構微妙で、でも、うん、まあ、一つ言わせてください。一つ言うと、僕からはそういう話を持ち出してはいません。まあそうやね。はい。はい。はい、もうひどいな。何が。全部ひどいな。何が。まあそうやね。なんか、その綺麗な、こう、成就の仕方ではなかったね。まあなんかね、そうなんか、いろいろね。うん、まあ、仲良かったからこそそのまま延長戦みたいな感じでね、なって感じですね、うん、はい、まあ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 、そこはそんな感じかな、そういう形もあるよっていう、はい、はい、3番目、あ、そう、3番目の質問なんですけど、結構言ったらしょうもないかもしれない、失礼かもしれないですけど、ちょっと僕がねちょっと面白いなと思ったんで、いや、いいかこれ、いや、いいよ、言っちゃえよ、言っちゃってくれ。ラットの家にファイブ飛ばしていいですかっていうコメントがあったんですけど、これね、これはまあもう家が分かるのでどうぞって感じですはい、もうこれいろんなユニットで来てたね、コメント、ウォールドブレイカーとか、あ、ほんまに、うん、ほんとほんと来てた来てたすぐなんかユニット送りたかったんですよねみんな、まあいいや、はい、次、あ、次が、あ、そう、サムネは彼女ですかってやつ、うん、毎回来るね、このコメント、あれね、うん、動画絶対来る ね、あれは別の僕の彼女ですね。おっと。本当？それはちょっと。それは嘘で言えば普通に知らない人です。まあフリー素材ですね。言ってしまえば。的な、うん。まあ全然彼女さは関係ないですね。彼女は普通にショートなんで。うん、で、もっと？か？は？まあ綺麗なんでね。うん、はい。まあ、あのサムネの方もすごい綺麗なんですけど。はい、って感じで、まあサムネの方はまあ彼女ではないですね。はい。はい、次。ってことで、なんて呼び合ってますか。別にこれあれですね、普通に下の名前で、そうですね、別に何々ちゃんとかまゆたみたいな、なんでまゆたにした出てきた出てきた出てきた、けどこれ全然本当に本名まゆ、まゆ説ない、ね、前なんかあったよ、俺が
ちょ静って言ったんですよ。静かにっていう意味で。ちょ静かにっていう意味で静って言ったら、彼女ちょ静かちゃん説。勝手にドラえもん出てた。なんちゃらたんとかあるよ。なんちゃらたん。そのバカップル。そう、バカップルみたいなことはしてないですね。してない。なんで普通にまあ、呼び捨てで、はい、言い合ってます。はい。はい、7番。はい、次。得意料理は得意料理はラトさんの得意料理なんですか。俺チャーハンが楽かな。チャーハン、うん、チャーハン、うん、次、はい、どうぞ。私はいやもういろいろ作るけど、言うてそんな得意じゃないよな。なんでそんなこと言うの。いつも美味しい美味しいって食べるくせに。めったに作らないやだって私はハンバーグですかね。うん、せめて自分料理できますよ感を出していく。美味しいって言ったじゃん。まずいとは言えないでしょ、はい、まあ、美味しかった、はい、次、はい、どのくらい付き合ってますか。どのくらいだろうな。でも4月で1年。いや、そ、具体的に言う、そんな。いや、別にいいんじゃない、まあ、もうちょっとで多分1年半年ぐらい。それも4月で1年半でバレた。本当にマジで。まあまあ別にそんぐらいかな、まあ、まあね、もう1年半ぐらいですね、約。もうちょっとで、そうですね、ぐらいかな。意外と長いですね、うん、長く続いてます。はい、はい、次。なんていう、あ、間違えた。どのくらいの頻度で会ってますか。去年はね、そうだね、月1。あ、まあやっぱ岡山と東京もかっこ千葉で遠いんで、そんなにすぐに会える距離でもないし、うん、お互い大学生なんで。でもまあ月に1回会いたいねみたいな感じで、うん、月に1回は会いたいっていうのを話してますね。お互いに頑張ってね、はい、あ、予定開けてね、そう、行ける方が行くみたいな感じで、まあ、月1でやってる。まあまあまあ遠距離ですけど、うん、なんだかんだうまくやっています、はい、ね、はい、次好きなクロロ YouTuber。 好きなクロロは YouTuber は、これはまあ俺は答えでいいか。あ、うん、そうやね。誰ですか。じゃあちなみにみんな好きだよ、それ。だって、ね、なんかその勉強になるから見るもあるし、ね、みんな違うからいろいろ、そう、得意とかあるし、うん、だから俺は普通にまあみんな見るし、うん、みんな好きみたいなのがある。私はでも焼き鳥のだけはちょっと見ない。焼き鳥の焼き鳥のだけはなんか見ない。いらっしゃいが嫌だから。あーって言ったら一緒に共感するみたいな。アンチ、アンチ、共感するみたいな。共感したら今、はい、違う、はい、ヤギトリさん応援してます、はい、うん、私はこれ大事やで、まあ、そうだね、まあサムネにボンさんが映ってたらちょっと見るかな。じゃ、ボンさんボンさん、ボンジュールさん、ボンさんファンでした、まさかの。そうですね、まさかの。面白いよね、クラコロにボンさんが一人でこう出た時とかは結構ちょっと、まあ、クラコロに一人で出ることはないけどな。違う、あのドズルさんがいない時とかね、うん、ちょっとあれ、あの回は面白かったなって。なるほどね、あの司会のグダグダ感がすごい。なるほどね、まあグダグダでそういううまくいかない、言ってないなみたいな、うん、すごいディスプみたいな。ディス、ディス、すぐディスる。違う尊敬です、尊敬の眼差し。まあまあまあ、ボンさんめっちゃ面白いですからね。うん、はい、というわけで、まあ、次にラスト、これ多分結構、まあ、みんな気になってるというか、普通にまあ気になる、うん、これ分かればだってじゃあ困ること、うん、まあ、何にもないねっていう、うんうん、最後に、この質問、彼女の作り方を教えてくださいというやつですね。結構多いね。で、まあ、正直これは僕には分かんないけど、逆にここに女性がいるんで、逆に女性がじゃあどういう人にねこういう人がいいとか、ああ、こういうことされるとちょっと惹かれるなとか、うん、だからこれ聞いてしまえば勝ちっすからね、うん、勝ち。うん、まあいろんなタイプがおるからね、その一概にとは言えんけど、そうやね。でも私は個人的にはそのやっぱ話しやすい人がいいかな、やっぱ相談とかできたりとか。あ、なるほど、まあ自分からして、あ、こいつちょっとしょぼいな、普通に違う違う、私でも話せるなみたいな。そういうこと言う、違う、この人なら私が話しても全然大丈夫そうだなみたいな。違う違う、見た目がだから怖いと、見た目しょぼい人がいいってことだよ。違う、そんなこと言ってない、そんなこと、見た目がしょぼいなんか人がされてる、それ本当にそれは勝手に言い過ぎや。そういうこと。違う、あ、なんていう、親しみやすい、こうなんていうんかな、こう話しかけても帰ってこん人とかおるじゃん。俺結構無視しようだよ。違う、それは愛のある無視。普通に無視しようだよ。ひどいよそれ、いじめ説出てくるじ
濃かったね、濃かった、ね、そうやね、親しみやすい、そう親しみやすい、なんかこの何気なく普通の日常会話とか学校とかの必要な会話でもこうちょっと返事が合いそうみたいな、ちょっとニコニコした感じだと、あ、いい人やなっていう感じは受ける。こいつの顔おもろいなーでニヤニヤしてるかもしれない。なんでそういうこと言うの、ほらそうやってすんでディスってくる、ちゃんと真剣に話しとるひどいよ。他は他はあ、でもやっぱ顔大事。いや顔はでもだって俺でも結構よく言われる、ラットでも彼女できんだなって言われる。うんいやでもいいとこありますよ、結構あるよ。あざっす。大丈夫。でも俺はその一つ、まあ、あ、言わない方がいいか、思っとったのは、意外となんかこの人とは絶対付き合わないんだろうなとか思ってると、この人は絶対ないなって思ってる人と意外とくっつきやすい。うん、そうだね、それはなんかそういうことをそう思ってると、なんだろうな、思ってるからこそその分仲良く普通に話したりするんよね、多分、うん、なんか逆に好きだと、この人のこと好き好きって思ってると、ちょっと意識して話せれんかったりするね。そう、変に緊張してお互いに話せれなくて、だからそんな仲良くなれないみたいな。そうそう、だけど、あ、こいつ絶対付き合わんとか、なんかそういうの思ってる、そうそう、思った人とは恥ずかしいとかないから、うん、意外とね、そう、付き合った後も結構、まね、あの、楽しく友達になっちゃうね、そう、そのまま普通に話せる。そうそうそう、だけどなんかそうむずいね、むずい、で変に気にしすぎないのが大事。そう、ね、で一番のポジション的にはその女の子の一番仲いい男友達になるみたいなのが一番こういいポジションだけど一番辛いかもしれない。叶わんかった時に一番辛いかもしれない。奪うスタイル、奪うスタイル。いや違う違う違う、その一番近くにおる存在にその女の子に気づかせさせるんよ、俺がいるじゃんみたいな。あ、それむず、それが必要だけど、でもそれが叶わん、経験者を語る、いや違う、叶わんかった時に辛いかけど、まあリスクはあるけど、うん、でもそれが一番やっぱ一番いいんじゃないかなって思う。女の子って結局失恋してしまうけん、片思いって叶わんけん、むずいな。まあ、でもさっき言ったけど、俺はだから高1の時に一瞬クラスで初めて見たけど、あ、この人とは絶対付き合わんって思った。正直ブスって。それはお互い様。そう、これは付き合った後にすぐいっぱい話したね。お互い様やねっていう話を。絶対付き合わんって思った。思っとったっていう話は一緒にしたね。正直ブスだけやなって。正直チビやなって思った。言ってたけど。ちっちゃって。こいつちっちゃい。お互い様やけどな、それ。まあ、なんで意外となんか、ね、話してみると変わるかもしれないですね。で見た目が一番説は、いや私はでも見た目大事説はあんまないから、まあ、このやっぱあのこうね、あの NG ラインはあるけども、 NG ラインはあるけども、その女の子ここにねあるけどあるけども、でも見た目ってそんなに気にするもんじゃないと思う。でもまあその最低限の見た目としては、そう、僕はそう、俺はそう、それ俺結構それ重視、うんうん、髪の毛とか自分で直せるところが、なんか髪の毛もそう結構見る、なんか清潔感すごい大事、身だしなみ、ね、あの服がおしゃれだったりとか髪の毛だったりとか、そのいろいろね結構求めるね、そういう、うん、なんて言うんだろう、あのこう補えんところを自分で補えるところを補っていくみたいなのが大事だね。そうパーツとかそんな、ねうん、俺でもなんとかなるから、うんうんうん、だからその身だしなみを、まあ、髪の毛を軽くね、そうそう寝癖は直すとか、うん、そうそう大事だね。そうだからその細かい清潔感とか、うん、それだけでも結構違うねと思うんでね、うん、そうだねみたいです皆さん。あとは優しさだね、やっぱり優しい人が世界を救います。うーんって感じ。なんで、はい、いやもう終わったわ。優しい人が世界を救う、はい、なんで皆さん優しくなりましょう。そうですね、意地悪をしないように。あ、でもその多少のそうね、よくある男子あるある、好きな人にはちょっとちょっかい出す。でそれはでも女の子としては、は、何こいつ何しとんってなっとる、なんでこんなことしてくるんって思っとる。女の子の中では好きな人にちょっかい出すとかありえんのに、好きな人にはめっちゃ優しくするじゃんって思って、女の子としてはその自分が好きな人には優しくとか特別にってするから、
男の子もそうやって思ってるかもしれない。ちょっと今びっくりした。男の子ちょっとびっくりした。男の子にもそういうのを求めてるかもしれない。なるほど。好きなんだったら優しくしてよ。なんで意地悪ばっかりしてるの思ってるかもしれない。みたいです皆さん。なんで意地悪好きな人にしてる人、そこのあなたは。これもでもね、この人の意見なんでいろいろあると思うんでね。優しくしてあげてください、はい、というわけでね、今回もこんな感じで終わりにしたいと思います、はい、まあ、少しでもためになればよかったんじゃないですかね。知らないけど、知らないけど、はい、頑張ってください。はい、こんな感じで終わりにしたいと思います、はい、はい、終わり、バイバーイ、バイバーイ。